はい、本日も始まりましたこれ放送局、今回も座談会ということでね、今回のアニメは、今期アニメ、僕だけ入れる隠しダンジョン。まあ多分あの女性は見ないかな、あんまり見ない感じだよね多分ね、まあ男性諸君ぜひ見てください。はい、ということで、これナロウ系なの？やっぱそうだね、小説家にナロウ系だね。はい、瀬戸めぐるさんっていう方のライトロベルですね。イラストは竹花ノートっていうのかなこれ。あ、サブタイトルもあるんだぜ。こっそり鍛えて世界最強。こっそりなんだ。そうや、どっかで言ったな、そんな言葉を。言ってたな、そういや。言ってたどっかで。そう言われてみればみたいな。はい、ということでまあジャンルにしては。異世界ものかなと思ったら異世界ものじゃないよ、ハーレムもの、ハイファンタジーだったそうなんですかって書いてある、まあ、まあ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 、うん、間違ってない気はするよ、うん、っていうことでね、瀬戸めぐるさんが作って、監督は大西健太さん、シリーズ構成が井の原健太さんのキャラで、なんか上竹優也さん知らないね、音楽原かな子、アニメーションも知らねえな。送ると登る。日本の会社だね。2017年。ゴンゾか。やっぱり独立なんだな。みんな独立してますね。みんな独立好きやね。はい。ということで、なんだっけ、俺だけ入れる隠しダンジョン。第1話、強烈スキルセットっていう、1話なんですけど、まああれだよね、あのなんでこれを選んだか、とりあえずサムネがエロかったっていう、まあエロかったっていうかあのまあメインヒロインの萌えちゃん、美香ちゃん、なんだっけ、なんだっけ、エマちゃん、エマちゃん、あそう、エマグランデベル、なんかそんなような名前だったよな、エマブライトネスっていう金髪のツインテのツインテだったかな、ツインテの、あれツインテじゃなかったっけ、デコルトがツインテ、あれなんかついてたよね、横なんか横っちょについてたような気がするけど、ついてなかったっけ、ただ試験を受けてる時はなんか違った髪型だったっけ、あここにいて、違う、サイドテール、やっぱそう、ワンサイド、ワンサイドテールだ、ワンサイドテール片方しか出ない、ワンサイドサイドっていう、ポニーテールと何が違う、ポニーテールは真ん中、ああそうそういうことか、ああそういうことか、いいですか、適当ですけど、俺もそうやってなんか一応そうやって書いてあった、うん、合ってるかどうか知らん、はい、ということで、まあ送ると登るっていう制作上、うん、まあもういいっす、で制作はねやっぱり委員会スタイルで、はい、書いてありました、まあ、メディアミックスで、まあ、やってるっていうことで、ニコニコ動画で年間ランキング取ってるらしいよ。あ、でも第7位だって。っていうことで、まあね、なんだろう、中性、何してんのお前。ツッコミ出しでしょ。中世の、時代によくある、貴族スタイルが、まあ、メインの世界なんだけど、まあ、貧乏貴族のノタルジア純男爵家っていう一番、まあ、いわゆる貴族では一番下、純男爵だからねの、ノルっていうノルスタジアっていう子がまあ諸子の座を子爵の人に、だから二子爵だから 純男爵、男爵、子爵、伯爵、公爵、なんか違ったからすまいいや、3つぐらい上の人に、まあ、取られちゃったよっていうことから、まあ、アルバイトを始めるっていう。ん？あれ違ったっけ？なんか、ね、あれだよね。なんだ、妖怪とかを倒して、小銭を稼いでいってっていうやつだよね。まあ、ドラクエスタイルだよね、だから。まあ、なんかよくある設定ですけど。まあ、よくあるドラクエスタイルだよね、いわゆるね。FF とかね。まあまあ魔物倒してレベルアップしてみたいなね、っていうね、もうレベルが出てきたからねもう一概に普通出てこないものなのにね完全レベルスタイルだったんで、まあドラクエスタイルと呼んでますけどみたいな、
っていう、やつなんだけど、まあ声優さんが意外と豪華なのか豪華じゃないのかよくわからんけど堀江さんがいたりとかね堀江さんが、ね、メインでいたりとかなんだろうとか思ってるんだけど、まあそんな感じでやっていくのかな。まあ大阪さんとかね、うん、なかなかいいキャラですよ。で富田さんがね、あの最初思ってたの、このエマ・ブライドネルの声って、うん、あのレールガーに出てくる、あの仲のいい女の子 のゼロの子、ゼロの子なんだっけ、ゼロレベルゼロの子いたやん。ああ、いやいやいや、あんな子かなと思ったの声、サテン・レイコ。そうそうそう、あと思ったら違ったけどね違ったんだけどね、うんうん、残念ながら違ったんですけど、伊藤かなえさんでした。はい、全然違いました。なんか似てたなと思ったんで調べたら違った。と、はい、いうことで、まあ、エヴァン・ブライトネルと、まあ、妹さんだったりとか可愛いキャラクターがいるよっていう、ちょっとハレッチエッチなね、あの金色のヤミさんが怒っちゃう感じでね、小手川さんとかもね怒っちゃう感じなんだけど、そこまではまだエロくないかなみたいなね、第1話でした。はい、ということでね、よかったと思ったらチャンネル登録お願いします。なんか終わってませんよ。はい、そんな回終わっていいんじゃねもうエンディングが流れて、ご視聴ありがとうございましたっつってんすでにエンディングが流れて早い。あれおかしくない？何言うんですか。どっかの市長が200年封印されてるとか話もなかったじゃないですか、今。そうだな、うん、そうだな。その辺から始めるんだろ。いや、違うでしょ。では、始めましょうか。まあ、始めましょうか。まあ、まず、まあ、個人的な、まあ、このアニメの全体の感想として、なんか、用語が結構詳しく、まあ、なんか、説明されてるっていうか、なかなかこういうアニメないなっていうのは思いました。っていうのも、自分はあんまりいわゆるモンハンとか、あんまりゲームとかしないので、なんか LP って何なんだっていう。まあなんかそれ LP ってなんか魔法を使うと減るっていう。なんかそういうイメージは、まあ、イメージとしてはあったんですけど、まあそれは、もしそれを設定として生かす、まあ生かしてこういう、まあ、アニメにするという時になった時に LP って何なんだっていうところですよね。でそれをうまくなんかこのアニメを作っなんか取り入れてるなっていうのは思いました。うん、LP ってなんだっけ、生命力だっけ、ライフポイントだよ、ライフポイント、うん、ライフだから L だよ。あで、まあその上げ方として、まあ、なんか欲を満たす、まあ、食欲、なんだ、物欲、うん、食欲言ってたね、うん、物欲、はい、あそのお金とかで、うん、そう、うん、じゃんじゃん使えるみたいな、その2つでした。うん、なんか3つ1個かけてるような気すんな。なんか重要なのがかけてるような、最初三大欲求かと思ったのよ俺。よく日本人じゃないね、欲求言われる、ね、やつってエッチと寝るとクーネル遊ぶだよね、クーネル遊ぶ、違うよ今嘘言ったんだかな俺、クーネル遊ぶじゃないから、ね、まあ、ある意味合ってるけどね、遊ぶ合ってるっちゃ合ってる、うん、そう、クーネル遊ぶって昔の人が言ったのは、これは三大欲求としてで、遊ぶがちょっと変換されたんだけど、あでそれが三大欲求で、寝る、食べる、エッチするっていう、うん、っていう欲求かなと思ったら、寝るがないんだよな、うん、うんうんうん、不思議なことにね、禁欲なんだっていうね、確かに、うん、ってちょっと思っちゃった、うんうん、確かにそういうふうな、まあ寝るだけじゃその LP は回復しないって、ヒットポイント回復するのかな、じゃあダメージダメージダメージ、そうなっちゃいますねまあでもダメージの回復として寝る手段はあるのかな、ヒットポイントって体力だよね、まあまあまあ体力だから、まあ寝て回復ですかだからちょっとね、なんだろうと思うよなまあ、うん、どういうふうな世界観かわからないけどね、正直言うと見てると、だからあれじゃない、堀江優さん の師匠のこのスキルを付与された人の特例なんじゃないの、うん、あー確かに、他の人だってそんなんで人っぽいとか回復したらおかしいやろ、うん、いやライフっぽいとか、だからこいつだけじゃないの、この強烈スキルセットっていうのを付与された人間が LP の
っていうことじゃん。じゃないとそれ最初に言ってくれって言ったじゃん、最後死ぬよって言ったの、死ぬよって LP0 は死ぬよって言ったのも、え、それは言ってくれよって言ったから、それは知ってておかしくないわけじゃん、こいつは。でもその話にならないってことは多分その特殊能力なんじゃないの、このスキルってのが、うん、そうだねと思ったよ。一応そのスキルゲージみたいなのがちょこちょこ出てきたけど、 LP 変換っていうスキルをこいつ一応付与されてるんだよね、多分その時に、うん、あの通常じゃないスキルが付与されたんだと思うけど、まあそのそう、お師匠さんの時にね、多分後々の話出てくるけど、うんうん、うん、てかすごいと思ったのはその何、想像となんだっけ、想像と編集もあるよね、編集は一番最後、想像となんだっけ真ん中、付与か、あ、与えるか、うん、与える、想像付与で編集だったじゃん。その編集の部分であの肉体改造ができるシーンあったじゃん。ありましたね。うん、あのお胸が大きいとこからちっちゃくなるっていう。エマのね。うん、うん、あれあれ あれってそもそもスキルの？いやだってあれスキルで作って付与したってこと。うん。小さくあの要はチッパイを作って付与したんだよ。あ、そういうことだね。うん、縮めたんじゃなくて、そういうことか、そう付与したんだよ、スキル的に付与したってこと。ああ、はいはいはい、ベースは無視だから、はあ、うん、大きいやつを小さくするしたんじゃなくて、もうちっちゃいのに付与したもんで、それになってったっていうことだよ。ああ、それが付与だよ。うん、そういうことか、うん、で、書き換えたもんで、もう一回また戻った、戻したんで、まあ、これこそなんか応用がなんかいっぱい効くとか、なんかそんなこと言ってたんで、うん、まあ、柔軟な。だってやりたい方だったと思う、正直。まあ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 、うん、だって自分で作れちゃうもん、ポイントさえあれば。そう、何でもできるわけじゃん。うん、ただ、レベルにね、よりけりなんだろうけどね、できるものできないものもあるだろうから。レベルと LP だっけ、うん、なんか、倒そうと思ったらなんか LP4000 で俺が無理だったりとかし。あれは倒そうとしてるんじゃない、スキルを消そうとしたんでしょ。だからそういう何でもありなわけじゃん、そのスキルを想像する時点で、うん、じゃあそのスキルを作ろうと思ったら4000もあって、あ、俺死ぬみたいなこと言ってたし。あとなんか思ったことが、その普通のなんかそのモンハンとかのゲームにおいて LP がゼロになった場合ってどうなるんですか、うん、モンハンの世界、モンハンというかそのヒットポイントしかないような気する。あれ、なんか LP があるなんかゲームとかなんかないでしょ。 LP があるよ、あるけど死にはしない。だって基本は死ぬのはヒットポイントだからね。ああ、そうそう、それが痛かったんですよね。そのなんかこの設定で言うとなんかヒットポイントがないなっていう。ヒットポイントは多分普通にあるんだから。あ、ある、うん、ある。通常の人たちはヒットポイント制なの。ああ、はいはい、うん、で多分こいつもヒットポイントあるんだよ、うんうんうん、でマジックポイントもあるんだよ、うんうん、でも LP っていうのはこの特殊なスキルで発動するんだと。ああ、はいはいはい。で多分ゲームでもヒットポイント、M ポイント、LP ポイントっていうのはあるゲームもある実際、うんうんうん、でも LP はなくなっても知らないし回復するすべもあったよ、ゲームではね。でもこのアニメの世界では LP がなくなると死ぬっていう設定なだけだと思う。まあ、そこは結構なんか普通の設定と違う、まあ、ところなんですかね。わかんない、わかんない。サクちゃんに聞いてる。まあ、そういう世界観ということで、なんかそこはちょっと最初に引っかかったかなって思います、自分は。まあ、要するにあの世界観だと、まあ、あの、まあ、ノル君と、まあ、多分師匠がもともと思ってるんだけど、多分その、うん、要するに人しかない、要するにゲージなんだと思う、元が、うん、で、その要するにスキルを付与されたことによって、あのゼロになったらもう要するに生命力がなくなるっていう意味なんだと思う、うん、だから HP も関係なくっていうこと。ああ、はいはい、うん、そういう風な設定なんじゃないかなとは、まあ、見ててね、まあ、っていうか、でも一番俺がびっくりしたのはさ、どうやって99に高かったの？ん？あー、明日ね。99は何？レベル99の敵。なんとかなんとかいいパーだかなんかだよ。あれおかしく、うん、おかしいかどうかわからんけど、一撃必中したけどね。うん、あれ、まあまあ石つぶてのデカさを大きくしただけ。うん、まあ、最初見た時もえこれで死ぬのえ、こいつこれで折り込みだ。ちなみにその時レベルは何でした？23 23なんか20いくつ、主人公でしょ。はいはいはい、20いくつだ。
それはゲームの世界でありえたんですか？ありえないな一撃ね100パーないな。そもそも99の敵が出てきた時点でみんな逃げるわ逃げれないよね。あ、回り込まれた、ね、まあまあまあそうだね。よくあるドラクエだと回り込まれた、回り込まれた、回り込まれたそもそも多分もう回避不可避のあのイベント性装置になると思う感じ。ああの初心でも大丈夫ゲームパターンだよね、うんうんうん、まあまあまあでもあれ死んだら終わりだけどね、ドキドキてか、うん、石つぶてあれの大きさにしてもさ多分ダメージ少ししか取らんぞ普通なていうかさ、あのドクロじゃん、うん、今ね、骸骨剣士ちゃんね。まあ骸骨魔法な人だけどさ、うん、まあていうか死神じゃん単純に、うんうん、そのキャラクターに対して物理攻撃で死ぬのと思ったよね。ああ確かに、はいはい、ありえんもこれと思ったもんねゲーム世界無視だろお前みたいな普通だったら、うん、貫通して終わりみたいなああよくありそう。お前何やったのみたいな感じのレベルであれかなと思ったんだけど、え死んじゃうみたいな当たったとこマントだったよねみたいなボディはボディだけどみたいなあコアにでも当たったかなと思ったけどね、うん、ああそれだったらわかるけど、まあでもそれしか思いようがないじゃん、うんだから俺はもうコアだと思った思うことでしたあれは。ちなみにあのゲームの世界でそういうゴースト系のボスってどうやって倒すんですか？神聖魔法系だね。魔法だね。神聖魔法、神聖の武器とか魔法だね。へえ。光属性、聖なる属性、そういう系しかないですよ。なるほど、うん、物理的にいくとそうだね、あの光系っていうか、うん、その闇を打ち消すみたいな感じの、はいはい、ちょっと清められた武器じゃないと通らないとか。あでも逆に魔法だったらどんだけでも通るとかね普通にフレアでも通るといやもうメテオ違うかそっちでもいいけどいやいやここはもう最悪4 まあ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 いやすげえそれ思ったんだけど鈴木本当にいや俺も思ってるそれ多分みんな思ってるんだけど言っちゃ悪いけどあの言っちゃ悪いんだね、動きない目をだってさ、あれと同レベル帯をさあのどっかのとあるあの S なんとかっていうところでさあキーさんがさキーさんあの対峙したけどさ、あれ勝てなかったよね、実際でもあんなレベルだよね、だってさっきの現状多分見た感じ、うん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 、でもあんな感じよえ、ゴリ押しできるのあれっていう魔法があれしと、うん、魔法が付与されてたんじゃない？その石つぶてをまずだってただの石つぶてじゃないじゃん。ないとこからまあ一応石つぶて作ってるじゃん。まああの物理攻撃じゃないとしても、うん、あの属性合ってないよね。合ってない。まあ本来10センチでしたっけ？で最初10センチ。それを100センチ、うん。まあ10倍ですけど、あれ体積変換するとあれ10の3乗なので1000倍の力には一応なります。へえ。でしかも1000倍になって、そのあとは運動エネルギーで換算すると、これは距離の、なんだ質量の、なんか言い出したなんか言い出しただから、まあ、単純計算1いいのかな、さ10の6乗あれ10の3乗のかける2倍だからなんのかななんか言い出したないですどうなんでしょうかね。なんかアニメと関係なくないとかいやまあただまあちょっと物理に入ってきたよまあただイルカはだいぶすごい強くなるんじゃないのかなっていう、あの感性の法則にはすごいありがたいような感じですけどね、まあ、まあただそれがそのいわゆるその実体を持たない系の骸骨を実体持つのか、うん、まあただまあそういう、うんまあ、ゴースト系っぽいものにこう対応なんか通用するのかって言われるとどうなんだろう、しないと思うよね普通まあ多分でも見た感じはスケルトンだからねうんまあまあまあ、まあ、敵の急所に当たったんだよそう思うことにしようぜ、うん、それしかないそれしかないっていうか、あのもうあの初っ端からさイチャイ若干イチャイチャ、あこれねあの、うん、異世界もののアクションかと思ったらなんかイチャイチャ系って言ってたしね、うんうん、ハーレム系でしょ、ハーレム系だっけ、うん、あのなんか漫画見てるけどさ、んーおかしいなうんって言いねうんどうぞどうぞあーってうん、うん、よくこれで刺されないなと思いながらってことは今後は1話以上のこう無夫婦な展開があると、
どうだろうね、アニメどうなってるかわからんからね。まあ、また違うからね。キルフだからあれだよ、単純に、うん、一歩叩いて OK だから、貴族だからね。そういうことか、うん、だからいいと思うよ。ただ、あの主人公純男爵だからねそう、あの他のところに差し込む、違うそう、で、いいと思ってる人たちの上だからね、うん、だからそこ、どうなの親みたいなって思うけどさ、俺は。あ、でもなんか、エマさんの話、これからまた後であると思う、アニメの方は、うん、まあ、あるだろうね、もちろん、うん、漫画の方は、ひょろっと素通りにして見てたけど、あ、なるほどって言ってる、うん、ってことはあるから、うん、ってとりあえずなんか、新キャラも出てきてるけど、うん、名前、そう、名前が、この子、うん、出てこなかったですね、うん、この子ね、モブだから。あ、そうなんだ。モブ、まさかの、まさかのモブだった。そうだったっけ。あれ、名乗ったのに。え、結構、多分モブだと思います。結構自由を、ね、最初の方で多分モブです。あ、なるほど。ハーレムには入ってこない子です。入ってこないんですよ。絶対入ると思ってたんですけど。知らんけど。適当に言ってるか知らんけどね。パッと見た瞬間、確か入ってなかった気がするよ。なんかね、なんだろう、勇者学校だっけ、に入るのに、まず3人組にならなきゃいけないっていうわけのわからん理由がある。で、あふれたらクビになるっていう、どんなんと思いながら。で、まあ、エマが、師匠を辞めて、いる、まあ、主人公の方に手伝いに来てくれたんだけど、まあ、どっちにしろあと一人足らないと。で、どうだろうね、上から2番目の子のところかな、公爵かな、多分のぐらいの子の女の子が声をかけてきたんだけど、一応エルには名前は聞いて覚えてやるよって言ったけど、主人公の名前はいらねえお前っていうね、もうゴミしか見てないっていうね子なんだけど、この子役に立ってねえよな。あ、うん、そうだね、別行動しちゃうって言ってたし、別行動して多分こいつも買いに行ったんだと思うよ。買いに行ったんだけどっていうのもあるし、発表で3位から発表したじゃん、アニメ版では、まあ、アニメ版ではね、で、2位出て、2位が5800ぐらいで、3位が5800ぐらいで、2位が1万2000ぐらいになって、で、私呼ばれてないじゃん、どの子言ってるじゃん。うん、さあ、逆にそこでさ、えって思わなきゃいけなくない？主人公たち。きっと大丈夫だよって、普通ありえんだろ。なぜそれを思える主人公みたいなね。もう鉄のメンタル持ってんだろみたいな感じ。まあ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 、師匠が規格外すぎたというちょっと俺は。なので、でその一緒に動いてなかった女の子が相当いいものを持ってきたのかっていう話だけど、思ったけど、でもこの女の子自体もえってなってたじゃん、うん、ってことはもう自分たちはもう圏外だなと思ってたわけじゃん、うん、でも主人公すっげえね大丈夫と思ってるじゃん、うん、でも師匠にさ、そんなんだったら大丈夫って言われたものを持ってきてるわけだよね。じゃあ1位になると思ってないよくない、うん、じゃあなんでそこの自信は何って思うじゃんっていうのは俺は思ったけどね、ここの部分は。なんかすっげえ辻褄合ってなくないみたいなね。まあ確かに言われてるね。まあなんとなく、まあ自分の考えは立つけど、まあ仮にも99倒したからあれの素材だったらっていう意味だったんじゃないですかね、自信があったの。でもあれだよ、冒険者になる前の人間が99のレベルのやつを倒してきたって言われたらおかしくないと思わん？うん普通に考えたら過去最高言うてたしな過去最高言ってましたね確かに、おかしさ満点やんみたいな。だからツッコミどころ満点だったなとか思ったよ、このアニメ第1話。まあ、うん、確かに、うん、はいはい、いや、うん、ツッコミしかない、うん、まあでもあれだよね、単純にアニメに作っちゃダメだって、みんな、うん、楽しく見ようよ。ああまあだってアニメだもん。そうだね、確かにこのアニメは本当に難しく考えなくてもなんかこう楽しめるアニメ。そう、ほのぼのほのぼのの見てるのがね、はい、ほのぼのく見てる感じで見ときゃいいんだよなんか久しくなんか普通にハーレムんっていうか、普通になんか見れるなんかちょっとエロいみたいな感じなんだけど、ほのぼのくに突っ込めよお前らスルすんなよ、恥ずかしいだろいや、そこを突っ込んでいけないかなと知らないんだろ、知らないなら知らないって言っとけ手を挙げてもいいんだぞそうね、絶対ほのぼのく知らんだろ、ほんとに、うん、
ほのぼのくんってアニメがあったんだよ。ほのぼのくんですね。ほのぼのって聞こえたっすよ。あ、マジで？あれ？え、リメイクされた？あれ？決まった？あれ？決まってきた？そうなんだ、リメイクされた。俺も普通にさっきほのぼのって聞こえたから、あのゆるキャンとかあののんのんびよりとか、あそういうほのぼの系ね、ふーんと思って流してて。え、あのしまっちゃうおじさん、しまっちゃうおじさん、何だそれ。これアザラシのかなと思って。俺はお前に困っちゃうおじさんだわ。スライム出てきたし。あれ。あれ、ほのぼのくんってアザラシかなんかじゃなかったっすけど。アザラシ。そうだよ。ですよね、確か。うん、あれじゃあしまっちゃうおじさんってあれなんだ。知らない。知らない。しまっちゃうおじさんじゃないじゃん。しまっちゃうおじさんって言って。むしろお前はしまっちゃいない。なんかモグラみたいなのが主人公で。なんかそんなアニメあったな。水色っぽい。それは知らん。俺茶色だった気がする、俺の中では。あ、まあ茶色かどうかはちょっと。嘘言うなよ、じゃあ。ただなんかしまっちゃうおじさんってそれが有名で、なんかウサギっぽいやつで。ラスカルじゃないのそれ。で結構子供のトラウマとかなんとか。子供のトラウマなの？あ、まあなんかそのそうですよ。結構子供の時にそれ見てトラウマになっちゃったとか。もう何でもかんでもしまっちゃう。なんない。わからない。しまっちゃうよ。本当お前をしまいたいよ。多分パタリ古い作品だと思うんですけど。まあそうでしょうね。俺も知らないですね。俺もっと知らねえ。なぜ君が知っているんだ。まあ、ニコニコのコメントで流れてきて、なんだろうって。調べたんだそれを。しかもあれなんか感じが違う。あれ何だったっけな。トリマーあれ、幼馴染の子、もう少し相愛だよね、これで見ても。相思っていうか、まあ、じゃない主人公は、あの、あくまで、あれだよね、あの、幼馴染としてだよね。てか、幼馴染の子がもう積極的なのか、あれは。うん、あの、ヒロインの方がね、積極的だね、本当に。うん、ヒロインってね、これね、なんか、漫画見てるとね、ヒロイン誰みたいな感じになってくるんだよ。エマだよ。一応エマだよ。一応そうなんですか、これ。一応エマです。なんかところどころなんか増えてる、変わるけどね、間違いない。視点も変わるし人も変わるし、なんかうん、いろいろとハーレムアニメ、アニメだからね。そう、うん、ただ一応主人公がいてそこにいろいろ乗っかってくるから、みんなが広いんです。だから五等分の花よって一緒です。あ、一花が広いんじゃないでしょ、みんなが広いんでしょ。そうそう、そういうことです。わかりましたか。で、先ほどのしまっちゃおじさんってあのボノボノっていうアニメ。ああ、ボノボノね、はい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 。これですね、ボノボノ。ああ、ボノボノ。80年代初頭じゃん。1995年。そんな新しかった。で、2016年版もあるとかね。へー、はい、できたよ。それ、怖いわ。なんでしょう。そのおじさん怖かったわ、確かに。ああ、記憶がある。マジで全然記憶ない。みんなわかるから、何だと思う。このアニメを見た人はわかるかな。このアニメを見た人はわかるかな。むしろこのアニメを見てないとわかんないよ。のさあ、お前らわかるでしょうか。まあ、おそらく、なんか途中に、なんか他の作品のキャラクターっぽいのが出てきたっていうのがあったと思うんで。勇者学校のね。はい、とか、あとなんだろう、なんか一番最初のコーナー説明でなんかあった記憶があったんですけど。なんかってなんだよ。あれ違ったっけ。で、お前の答えなんだ。なんだろうな。このアニメ。こいつは何言ってんだろうな。神経の。あほやで。寝せようなすな。違う。あったね。はい。みんな終わり？俺まだ言ってねえぞ。俺はあえて当てに行っていいですか。いいよ。あの途中で出てきた黄金色っていうか、あのちょっとオレンジ色のスライムおったじゃないですか。スライムベス、スライムベスだっけ、なんか分からんけど、あの こっちの何、主人公たちが住んでる方には存在しないスライムって言われてたやつ。え、スライムベスじゃないよそれは。スライムベスじゃないっけ。まあとりあえずなんかスライムいたじゃん。あの黄金のスライムでしょ。倒したスライムは全然違うスライムで。あ、そう。じゃあ、うん、あの倒した方のスライムで。じゃあスライムベースね、うん、ドラクエの初代で出てくるスライムベースね。赤色だから、なんかそんなような色だった。そうそう、オレンジ色になんか、うん、あの最初になんか石の粒ってぶつけられて、あの倒されてった、あの
スライム一回攻撃してで疲れちゃうから言ってお前なんか引きこぼれかどうかよなもうちょっとやれやと思うんだけど、いやでも師匠目指してたからあれじゃないの、引きこもんじゃない、勉強をめっちゃ頑張ってた方じゃない、どうなんだろうね、まあ、頭は良さそうな気がするよね、まあ、ゲーム君たちは頭悪かったです、はい、あー分かった、なんだこれ、あーわっ、今わっペンって言われてわっペンわっわっなんですか、なんだ紋章階級章わっわっわっなんですか、わっわっなんだ、わっ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 ぽいけどね、君が言いたいのも分かるぽいけどね、まあいわゆるあのなんだこの貴族の階級を表すバッチみたいなもんですか、爵位バッチですね、爵位バッチっていうんです、いわゆる、あの会社の交渉とかと一緒だね、学校でも一緒だけど、はいはいはい、要は、こいつはどこの爵位の人間だっていうふうに分かるように階級つけてる人はつけなきゃいけないのよ、あの法律家もそうじゃん、弁護士も弁護士バッペンつけなきゃいけないし、あの政治家も絶対つけなきゃいけないのよ、うん、あれも決まってるから、うん、そういうのと一緒で多分つけなきゃいけないんじゃない、ただつけてるんだよ最初発表の時つけてるんだよ、うん、これ発表の時じゃないの、立ちに回すほら誰一人つけてないっていう、ね、あ誰一人ほら、うん、なくなっちゃうっていう、俺は単純にミス、うん、どうだろうあれじゃない、これから生徒になるからとかじゃないの、生徒バッジに変わるからとかじゃない、でもだってまだ入ってないもん、集合するときもこの同じ服装をしてる、うん、だから1話もそうだし1日経ってるわけじゃん、うん、でまず、ま、同じ服着てたら7個聞こえちゃうと思ったけどないやアニメあるある何着もあるんだよ何着もある戦闘服かもしれないからね、ああはいはい、まあただまあ戦闘服かと思う、はい、だから防備と一緒だから多分ちょっと軟着もあるのか、まあ洗ってるんだよ毎回、で多分ワッペン、みんなワッペンつけ忘れたんだよ全員漏れなく全員忘れたんだよ、もう上の方の階級の人も漏れなくもしくは学校のシーンとか、うん、でもうその着衣とか関係なしにとりあえず来てください、グループ作ったから、うん、翌日はもうあの着衣分かんない関係ないよっていう風で取ってきてるかもしれないよね、なるほど、うん、もしかしたらね、うんうん、そういう指示かもしれないですね、一日、うん、はあれだ、まあ、それしか考えできないもうそれじゃないですもんね、それじゃないんだったら単純に付き合わせるかアニメーターみたいなね漏れなく全員ないから全員ない確かにそうだからこのグループを作るまではそこにある5種類を判別してるの、うん、純男爵が下向きで、その上の男爵が四角、うん、で、その上が何て言うんだっけな、順番がちょっと分かんないもんで、さっきもっと前じゃない、もっと前だっけ、もっと前、うん、最初の方だったかな、お父ちゃんがごめんって謝ってる時、うん、あ謝ってる時ね、うん、あの辺、はい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 、なんかでこの辺、うん、この辺だと思う、ね、音がないから全然わかんない、進んでるなこれ今、進んでないのか、進んで進んでるずっとお父ちゃん謝ってんだけど、うん、まあでもお父ちゃん関係ない気はするけどね、あここじゃね、この辺じゃない、貴族社会、貴族社会これですね、そうだから純男爵があって男爵があって、子爵があって、伯爵があって、公爵があって、公爵があるっていうね、で、これ一応6個あるんだけどまだ他にもあるんだよね、うん、あの国によってはへぇ、この6個のやつってなんかヨーロッパ系じゃなかったかなと思うんだけど、うん、ここ以外にももう1個伯爵が確かあるし公爵もあるんだよ、うん、あと名誉貴族でっていう場合もありますよね、場合によってあるね、うん、別枠であると別枠でっていうのは、うんうんだから、純男爵ないとこもあるしね、ああ、うん、いろいろある、あんまり聞いたことないですよ、男爵だから、まあ、でもこれベースだけどな、6個って大体確か、へえ、あ、そうなんですか、うん、うん、まあで、まあ、まあまあまあと思いながら見てたんだけど、ああ、そっかそっかみたいなね、で、多分だけどね、純男爵が、あの下向き、うん、うん、で、男爵が、四角形、うん、で、子爵が、多分五芒星、うん、うんで、伯爵が六芒星、
はいはいはい。で、皇族の皇の方が違う、皇爵なのに初代読み方が一緒あの要素、ね、要素の皇爵があのね、多分だけど分かんない、分かんない、七芒星じゃないかなと思うんだよ。単純に今だって下向きって言ってるけどあれ三角形じゃん、うん、3,4,5,6,7,8 って来てるからだんだん画数上がっていくんじゃない。そう、だから3,4,5,6で7を言ったんやけどね、あ、7、な、次は7とか。そうで、公爵の方が多分俺7だと思うので、8角は公爵の公一番上、うん、君の方のやつが8角なんだわ。だから7は多分3に土台の形でちょっと変則の形じゃないかなと思う。うん、あか、前方後円みたいな感じ。前方後円あれをちょっとドッキングさせたような感じの七角形じゃないかなとか思うんだけど、一応アニメ上はなかった、見つけれんかった。台形と三角形、逆三角形みたいな感じ、なんかちょっと変な形じゃないかなと思うよ、だから五芒星にプラスアルファちょっとで形変えたような感じじゃないかな。もうちょっとあのサッカーボールみたいな感じになってるみたいなね、なんじゃないかなと思うんだけど、まあちょっと画面上なかったの で順番的に言った通り、多分南角の言った通りその形だと思う、で平面は1だったよね。ああ、もうそもそもあの面にもなられ1っていうなるほど、なんか非常に分かりやすい。そうで、多分丸型があの平面以下のね、あの得た否認っていう、もう今ね、もう宿だけどね。ただ丸って逆になんかすごい方だと思うんですけど、そのなんか加工をどんどんなんか増やしていくと円になっていくじゃないですか、はい、だから逆に一番最高の位なのかなって一番思うんですね。あのトランプでいう大富豪ですか大富豪まあでも単純に考えて市民とかその下のやつってそもそもないんじゃない、ないと思う、そもそもがないんじゃないっていう。そうだから1とだから棒、ね、2でしょ、2角はもうないじゃん基本的に、だから棒じゃん、で1角ってのはもう点だから、あるならまあそういう風だよねと思ったけど、まあ今日はだとそんな作んないよねみたいなっていう感じじゃないの。なるほど、で多分一番王様はもっとあのド派手なやつとかね、じゃないかな。またすっげえなんかもう星みたいな感じで光ってるみたいなさ加工すげえ大変なんですよ王様みたいな感じで王冠とかそういう感じかもしれないです。さあ、ううなんだろう、どっかの警察さ、西部劇で出てくるさ、警察にさこうやってつけてるやついるじゃん、ヘルメットのとこに、あの帽子のとこに、そこにみたいにすっげえなんかダーッて星みたいなやつじゃん、あんな感じのフラッシュバックみたいな感じのやつだね、そんな感じじゃないって思うんだよ。はい、ということで、尺位バッチです。尺位バッチ。わかるわけね。え、なんでこのアニメって、貴族アニメって言うたやん。じゃあ、貴族アニメに対して、じゃあ主人公のノル君は、なんで仕事を取られたかって話になってくるじゃん。尺位が大事なことなのよ。じゃあ、尺位をわかるのは何かって言ったら、尺位バッチでしょ。答えは一つじゃない、でも当たるのは一つだ。あのすごい今あのこう言ってたように見せてこう言ってこうずれましたよね、さらにで戻ってきましたよね。それは知らんいやでも今こんな感じになりましたよ、正直自分の頭の中で感じながらあ、確かに合ってる、いや戻った、でもみたいな、ね、答えたどり着けばいいんだわ、わかりますけど気持ちは道は繋がってる、道は繋がってますけど、かなり今湾曲しましたよね大丈夫、あのね、道はね一直線とは限らないまあまあまあ遠回りした方がいい時もあるんだ人生遠回りしとけ、俺は変えたいけどなはい、ということでね俺だけ入れる隠しダンジョン第1話、強烈スキルセットっていうね、まあちょっと声優さんがね、豪華なのか豪華じゃないのかよくわかんないアニメだよね、これ本当に。と思いながらも、深夜枠だよね、これ絶対問題。深夜枠だと思う。まあ、最近アニメ深夜しかやってないけどね。っていうか、多すぎだけどね、相変わらずみたいな。はい、ということでね、このね、俺だけ入れる、隠しダンジョン。ね、強くなりたいとかね、わけのわからんね、呪文を唱えた。師匠も多分その呪文を唱えてるんだけどね、絶対に。
なんですかね、でも自力で入ったとか言ってたし、しかもそのなんていうんでしょうか、スキルってあの固有スキル、その主人公はもともと持ってた、あ、そうか、作れるから、うん、まあ作れるっていうか、その要はなんかそのなんかよくわかんないおじさんがをなんかスタンドみたいに後ろに持ってくる能力がそもそも主人公のまあ才能というか能力で、スタンド大賢者、スタンドおじさん、まあその大賢者、大賢者、大賢者、大賢者を呼ぶことによってそのパスワードっていうかあのにその呪文の言葉をその扉に入る能力も多かったんだよ、はい、が分かったわけで、でも師匠はどうやって入ったかだよ、師匠は自力でなんか入ったって言ってたんだよ、なんか解除方法があるはずなんですよ、その呪文を言う以外にもなんか多分解除方法があると思って あって、まあ、それで師匠は入ったんじゃないかなっていう、まあ、だから外時間普通入っちゃうないんですか、だってああいう隠しダンジョンってもう正解って言って普通1個だからね、ああ別ルートって基本ないじゃん、うんうん、まあ、創作したが一番、うん、まあ、創作したんだろうな、だって自力ってことは自分の能力ってことだから、うん、ああ、自分の能力は自分の力だからね、うんうんうん、だから答えを導き出したのがそれよ、だから、うんうん、世界最強になんか強くなりたいみたいなこと言ったかもしれないし、実際に言ったかもしれないし、もしくはあの横に扉があるかもしれないし、あ中に入れる扉を作ったっていうそれか スキルであの単純に壁抜けしたかね、壁抜けのスキルみたいな、俺はだって創作できるわけでしょ、だから何でもできる、何でもあるでしょ、だから創作してあの扉をこの扉を抜けれるスキルを、だからそこのところに付与して通ってたっていう、俺が思うにはあのアパカムみたいな、あのドラクエでいうアパカムね、うん、あれじゃないかなと思ったけど、何でも開けて左ゴマ、何でも開けてしまう呪文を作ったみたいな有能性高いじゃん持ってたら、間違いない、うん、確かに、確かに何でも開けれるから確かにでかいな思ったそうそうそう、言ってしまえばそれもスキルで作れるしね、うん、まあ LP をあの子はどうやって稼いだか知りたいけどね師匠は LP をどうやって稼いだっていう、そうだね禁欲っぽくない、ああ、禁欲、物欲っぽいよね、うん、だってあのレベルの冒険者って言ったらもうこれやばいですよね、うん、うん、もう 最強レベルでしょ、どう考えたって、うん、あ、うん、多分後々に来るけど確か、うん、出てたはずです、どっかの、へえ。99がだってタコなの、うん、そうだね、そうだね、そういやザコって言ってたなだからいろんなもん買えるし、いろんなもん食えるしっていう、多分そっちで LP 稼いでるんじゃない、うん、ただ最後捕まっちゃった、でもそこで捜索しちゃうのにな、外そうっていう捜索をすれば、それしない理由なんなんでしょう、ね、もしくはあのスキルを封印されちゃったとか、譲渡はできるけれども、あのスキル自体の捜索とかのあのスキルをもう、だからあのなんか鎖をされたらなんか技が使えないっていうパターンかもしれないよね、そうかもしれない、しかも肉体も保持されてますからね、200人普通の人は、だからあの鎖は相当なんだと思うよ、うん、相当だと思いますよ、だから世の中は上には上がいるってことだね、なるほど、はあ、はい、まあね、なかなかね面白いアニメではあるけど中身ないなと思うからまあまあまあファイル無双ですからね一応、うん、だいたいそういうのが中身ないよね、うん、ストーリー性じゃないですかねはい、まあそんな感じでね、俺だけ入れる隠しダンジョンっていうアニメをはい見ましたので、まあ、こちらのね、面白かったとか思ったらね、チャンネル登録してください。こちらのアニメ見てね、そんなんじゃねえよっていう方コメントください。じゃあねおりゃーおりゃーこっちで。ご視聴ありがとうございました。メインのチャンネルはこちら。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ツイッターのフォロー、メンバー登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。バイバイ。